チャンネルちょ。今期のアメリカンリーグ MVP 大谷翔平選手おめでとう <laughs> さあということでね、今,です今発表されました、えー、大谷選手が、えー、アメリカンリーグ MVP 最優秀選手に選ばれた。 いうところでね、しかもですね、えー、満票で選ばれたと、えー、30人の,の記者の投票によって選ばれるんですけども、えー、1位、2位、3位は誰ですかっていうところで、1位に14ポイント、2位に9ポイント、3位に8ポイントっていう計算で30人が投票するんですけども、もし30人全員が1位に大谷翔平を選ぶと、えー、14ポイント ×30 でね、420ポイントが、えー、満票になりますけども、 なんとですね、えー、2001年の一郎さん以来、二、えー、人目の快挙。で、満票での受賞は、アメリカンリーグでは14年のマイク・トラウト、ね、エンディス、同僚です。以来となるっていうところでね、こう、満票で選ばれたっていうね、えー、全米野球記者協会、BBWAA の会員、30人の投票で、えー、決まるものでね、えー、今回決まったっていうところで、これで8冠ですなんと今年ね、えー、選手間投票で選ぶ年間最優秀選手、 これ素晴らしいよね。選手間投票で選ばれるんだからね。で、アメリカンリーグ最優秀選手をダブル受賞。さらに、専門誌、ベースボールアメリカの年間最優秀選手。えー、専門誌、ベースボールダイジェストの野手部門最優秀選手。7年ぶりの選手となった。ね、7年ぶりだよ。それまでなかったんだよ。ね、何年ぶりの選手となったコミッショナ特別表彰。ね。で、老舗スポーツメディアサイト。スポーティングニュースの 年間最優秀選手、シルバースラッカー賞を受賞していて、これでね、8巻ってね、えー、いうところに、えー、なりますし、で、大谷はね、さらにメジャー版ベストラインに当たるオール MLB チームでも先発投手と指名打者の2本で最終候補に選出されていて、史上初となる複数部門での受賞が期待される。あ、確かに。 ピッチャーと指名打者に大谷大谷が並ぶというね、ところで、他のね、アメリカに行候補にね、48本で出場最年少ホームラン王のゲレーロジュニアあ選手されましたけど、ゲレーロはね、まあ2位という形に、えー、なりました。まあ大谷翔平ね、今年の成績、えー、投手はね、9勝2敗、防御率3.18、ね、脱三振156、打者ではね、打率2割5分ならに、ホームラン46本、ね、これホームラン王までちょっと2本足りなかったっていうね、で、打点100、盗塁26っていうね、えー、数字で、 明たくね、MVP に選ばれましたけど、まあ今年1年ね、本当に大谷の、えー、功績っていうのは非常に大きいものに、えー、なったと、えー、思います。まあね、あのー、誰しもがね、えー、挑戦もしない、どこまでできるんだっていう中ね、この、まあ大谷がね、ここまで、えー、日本ハムに帰ってから、この今年までで考えるとね、えー、正直1年間ね、 一年間の二刀流をやったのは、まあ、今季が始まってたんだよね。まあ、今までね、途中でどっちかにね、シフトする。ピッチャーなのか、えー、打撃なのか、どっちかにシフトするっていう形はあったけども、最後まで投げて打ってっていうのをやり通したシーズンっていうのは、まあ、今年がね、初めてになって、まあ、いわばね、まあ、完成形をね、僕たちファンの皆さんにね、えー、見せて、えー、もらえたわけですけども、まあ、非常にね、まあ、怪我することなく、非常に大きな活躍をしてね、で、しかも、えー、その、 全米のね、記者の中で満票でね、えー、全員に支持されるっていうのは日本人としては、えー、誇りに思いますし、またね、新たな歴史の1ページをね、刻んだと。まあ、一郎さん以来のね、この MVP っていうのは非常に日本にとってもね、もちろん大谷選手にとってもそうですけども、日本にとっても大きいだ。 功績に大きな影響をね、与えたんじゃないでしょうか。まあ、それですね。まあ、今年ね、えー、シーズンの途中でね、佐々木チャンネルでも大谷翔平のことについてね、えー、動画出しましたけども、まあ、途中、まあ、なんとしてもホームランを、えー、取ってほしいと。まあ、これまでね、えー、日本人はメジャーリーグの中でね、大砲 まあ、そのね、ヒット打ったり足を使ったりっていうね、アベレージヒッターは通用するとしても、ね、長打力をね、えー、基本にこの大砲系のね、えー、選手っていうのは通用しないと。ね。で、まあ、松井秀喜さんがね、今まで30本、31本かな、えー、のホームランで、えー、行った中で日本人はね、なかなかメジャーでは、そういうね、ところでは、えー、長打力っていうところでは通用しないっていうところがあったんで、なんとかそのね、歴史を変えてもらいたいと。まあ、最後ね、ホームラン争いしてて、そのピッチャー っていうところがね何かの足かせになるんだったらもうね打者に専念してなんとかね ホームラン王大谷翔平になって日本の歴史を日本人でも通用するんやっていうね、このホームランキングのタイトルを取って歴史にね、名前を残していけるようになるためにそういうのも必要じゃないのかっていうね、動画をまあ出しましたけど、まあ最後までね、しっかりその二刀流を続けたことはね、本当に素晴らしいと思いますし、まあでもね、このなと日本、まあ最後ちょっとね、調子が落ちたっていうのもありますけど、ホームラン王にね、届かなかったのは非常にね、残念な気持ちでも。 え、あります。本人もですね、えー、のコメントによるとですね、ホームランを取りたかったっていう、その10勝に届かなかったのは、そんなに悔しいことじゃないって言ってたんですよね。えー、なぜなら多分10勝は、 まあ、あの、この先、達成できる数字ではあるので、まあ本人もね、多分、やりながら、この手応えっていうのはあってね、まあ10勝ぐらいはできるやると。まあもちろん今年もね、まあエンジェルスがね、もうちょっと打線でね、カバーしてたら10勝っていうところはね、できた数字だと思うんですよ。でもね、このホームランをっていうところを何としても取りたかったっていうね、コメントが報道されてましたけども、俺も一緒の気持ちよ、ホームランをなんとかね、取ってもらいたかったっていうところもあるんで、なんかこの気持ちを聞くと、その、まあ二刀流が成功したって、 っていう形もあるし、それを見せれたっていうね、一種の形もね、しかもそれで MVP 取れたっていうね、形も見せれたっていうことを考えると、この言葉を聞くと、将来的にはダサ,ダサに専念して、ホームラン王をひょっとしたら目指しに行くんじゃないのかっていうね、これはもう勝手な憶測だけどね、あの俺が勝手に言ってるだけよ、個人の見解ですっていうのもね、ひょっとしたらよ、あるんじゃないのかと。で、まあ、今後のね、のことを、えー、言うとですね、 この二刀流をいつまで続けていけるのかっていうのも興味あるよね。まあ、なんかいろんなところで話聞くと、今年はね、そのメジャーでもその試合前の練習を外でほとんど行わなかったらしいんだよね。まあ、もちろんピッチング練習とかするだろうけども、そういうバッティング練習とかを、それがなんかその、 投げたし、次の試合も打って試合に出るとかね、あまり休養を持たないでずっとその投げて打ってを試合に出続けるっていうところのなんか監督との約束だったらしくて、その練習でその疲労をためない。もう試合だけで頑張っていく。試合だけで え、体力を使うっていうところで、その試合前の練習っていうのを、まあ、必要なことはやるけども、外でハードワークとか、外でバッティングとかっていうのを、あまり行わないで、試合の準備をしては望んでたっていうところをね、まあ、話も聞いたんで、まあ、そういったところのね、この、試合に挑む二刀流として1年間、えー、やってくるっていうところを、まあ、チームとしてもバックアップしながら、チームの要望も大谷翔平が聞きながら、その中で、どういう準備をするのが最善かっていうのをね、あの、導き出して1年間やってこれたっていうのを のは非常に財産もにもなるし、まあ、そういう情報をね、えー、ぜひいろんなところでもね出して、えー、僕たちにね勉強、えー、ね、えー、させてもらいたいなっていうね、今までなかったこと触れれなかったことをですね、やっぱそういったところで勉強して、えー、次の世代にね引き継いでいくっていうところも大事なんで、そういったところのね情報も出して欲しいなっていうところもありますし、トミージョン。 えー、手術をして、まあ、膝の手術もして、体ね、いろんなところを手術しても、これだけ復帰して頑張れたっていうのは、同じ箇所のね、えー、怪我に悩む人、で、子供たちとかね、大きな夢を与えると思うんだよね。そうやって怪我してもしっかりしたリハビリをして、しっかりしたトレーニングをすれば、後々に、 怪我前よりもね、明らかにね、この大谷翔平の今年の活躍っていうのよりは、まあ、怪我する前よりも怪我した後ね、そのリハビリ期間の中で、もう体力、ね、もうトレーニングによる体力アップ、もう体は一回りも二回りも大きくなってね、体力アップが出し遂げたものでもあるしね、だからそういうこのね、なんかリハビリの期間に、どういうトレーニング、どういう食事、えー、どういうサプリメントなど、どういうふうな経過をたどったのかっていうのをね、ぜひね、 まあ本人は無理だろうけど、なんか論文にして、なんかこう。 提出してもらいたいよね。そしたらもう読むよね。何が起きたそれが非常にね、今一番知りたいのはそこ。このリハビリ期間中にね、何が起きたか。それをぜひね、関係者の皆さんですね、なんか論文とかにしてね、この構成のためにですね、世に出してもらいたいよね。だからそれで式場にね、勉強になると思うんで、そこちょっと知りたいなっていうところもあるし、まあ技術的なことで言うと、その体力アップのもと、まあその前まで、怪我する前までっていうのは打撃の人も、ちょっとこう、肩入れたいとか、ちょっとこう、反動、 使ったりなんかしてパワーを生み出してたけどもやっぱり体に力ができたことによって無駄なねじり無駄な反動っていうのをねいらなくなったことによってこうトップの位置からもうスムーズに予備動作なくバットを出してパワーが伝わるっていうところで非常にね無駄なところを省くこの体力強化によっての、えー、無駄なところを省きながらパワーをロスすることなく最大限に できるっていうところが非常にね、このホームラン量産っていうところにも、えー、つながったんじゃないのかなと技術的には思います。えー、ピッチャーにおいてもね、まあ9勝止まりでしたけども、勝率で考えると9勝2敗ですからね、貯金7作ってるっていうのは非常にね、この、まあ10勝届かなかったとしても優秀なね、レベルの数字だったんじゃないでしょうか。っていうところでね、まあ今年ね、えー、佐々木が一番大谷のこのホームラン46本の中で一番すごいと。 これはすごいと思ったのはですね。第25号です。ね、皆さんちょっと調べてみてください。映像使えないんでね。第25号。これはね、本当に尋常じゃない、えー、ホームラン。このホームランがね、飛び出したのは日本時間6月28日、敵地、えー、トロピカーナフィールドで行われたレイズ戦の9回、ね、インコースの95マイル、約153キロのまっすぐに振り負けず、ね、レフトスタンドよ。ライトじゃないの。 レフトスタンドに運んだ豪快な一発。ね。もうほぼね、インコースだったのよ。ほぼインコースを反対方向のレフトに打ってると。しかも、レフトスタンドに入ったこの一本ね、もう尋常じゃないのよ。キャッチャーとしてはね、引っ張られんだったらわかるけど、あれをレフトに打たれるってことは、もっとインコース行かなきゃいけないのかっていうぐらいの衝撃 っていうところはね、えー、あったと思うんだよね。だからこういったところも、そのね、トレーニングによっての強化でね、反動を使わないでね、最後まで引っ込めながら、体の力をね、最大限に使ってコンパクトに打ちながら打てることがね、多分このフルパワーがね、反対方向への打撃にね、繋がってるんじゃ、えー、ないのかなっていうところをね、考えますね。だから技術っていうのは多分ね、もともとあったのよ。 でもそれが体力っていうところが追いついてなくていろんな反動を使わなきゃっていけなかったところがこのパワーがついたことによって今までの技術をロスなく無駄な動きなく使えたっていうところがね非常に今年の大きな結果に導いてるんじゃないのかなと3度ではね解説したいと思いますけども本当にね今年1年このコロナ禍の中でねまあアメリカもそうですけど日本もねなかなか外出できないいろんなところねステイホームをね強いられる中でこのスポーツっていうところは非常にね大きな力をとび取りね 与えると思うんですよね。その中で、この大谷翔平がね、この二刀流っていうね、今までの野球、ね、プロスポーツの野球の中ではね、なかった常識っていうところをね、その、こう、非常識を常識にね、えー、変えていく。それで結果を出すっていうね、この全米のね、ファン、まあ日本のファンもそうですけど、全世界のファンを、この魅了した今年一年のね、活躍っていうのは、数字以上のね、えー、評価をしてもいいんじゃないのかなと思います。まあなんとですね、まあこれが出る、 ところにはもう出演終わってますけどもですね、MVP を取ったというところでですね、取ったら昼帯に出演ですというね、オファーをいただいてて、めでたく今大谷翔平が MVP を取ったので、これから用意をして、TBS 昼帯の出演に向かいます。皆さん、見てくれましたか っていうところでね。まあ、こういったところで、まあね、このワイドショーとかね、今年1年多分野球の中で、大谷翔平が一番ね、スポーツ番組以外で扱われたと思うんだよね。でも、この大谷翔平がこうやって頑張っていくことによってね、多くの子供たちね、これ未来をね、担う多くの子供たちが、翔平大谷ってね、メジャーの子供たちも言って、日本の子供たちも大谷って言ってね。で、それで野球に興味なかった人も野球に興味が出てきたりね、これから野球大谷翔平みたいになりたいって野球を始めたり、こういうね、本当にメジャー行っての 頑張りがね野球の裾野を広げたりね、野球好き人口、そして野球人口を増やすいね、ところになってると思うんでね、こういったところも非常にね、この今年の大谷のね、頑張りっていうところは非常に、えー、大きかったんじゃないでしょうかね。来年以降もね、さらなる頑張りを見せてですね、えー、僕たちがですね、特にあの想像もできないような結果を出してですね、まあ、将来的にはぜひですね、日本人初のホームラン王をね、メジャーリーグで取るぐらいの活躍を。 えー、してもらいたいと思います。ということでですね。まあ、大谷翔平、ね、アメリカンリーグ MVP おめでとうというところの、えー、動画でした。さらなるね、頑張りと、さらなる、えー、飛躍、ね、個人の主要タイトル部門っていうのもね、ぜひ。 えー、来年以降はね、狙って、打者ね、ホームラン王でもいい、首位打者でもいい、打点王でもいいね、えー、最優秀防御率でもいいし、最多勝でもいい、まあ、ね、最イヤング賞でもいいね、どんなタイトルでもいいんで、次はね、この個人のね、えー、タイトルを目指して、来年はぜひ頑張ってもらいたい。しかも本人が言ったようにね、ホームラン王を取れなかったのが悔しいと。ぜひね、日本の歴史を変えるために、ホームラン王をね、ぜひ取ってもらうように応援しています。ということでね、えー、大谷翔平、MVP おめでとう動画でした。